お椀にまつわる話、得意分野的なスポット。あんまりキックアウトそんなないし、公園だし、見栄えも綺麗だし、レンガであんまり日本っぽくないっていうか、ちょっとヨーロッパっぽいよね。ガーデンプレイスの目の前で、駅も近いしやりやすい。まあこのスポットすごい好きかも。さあ、一番最初に来た時はナイトプローラーの撮影で、ナイトプローラーでリッチと勝美さんと俺で動いてて、で勝美さんがこのスポット知ってて、でひろきできるんじゃないみたいな感じで紹介してくれて、で結構クイックな動きとか好きだったから、まあやりたいなと思ってトライして、結構一緒にリッチとやって、そんなにめっちゃ時間かかんなくてできたかな。何回かトライしてできて、で最初はオーリーで入ったオーリーでアウトと、オーリーで入ったワンエイティでアウト、このナイトプローラーで撮影したっていうのが一番最初の経緯。ちょうどここが綺麗に入れる場所で、で毎回いつもここから入ってあっちに出るっていうの、なんか穴ぼこがあるみたいな感じかな。この穴にめっちゃ何回もウィールがちょうどはまって、すごい何回もこけた覚えがある。ちょうどこう、ちょうどウィールが入るんだよね、全部ガンって止まって向こう側に吹っ飛んだりで、いい感じに間、トラックとトラックの間に通れるとすげえ綺麗に行くっていう、なんかそれを狙って行くか、まあなんかインポッションの時はちょっとずらしてこっち側を通るとか、サイドを通るとか、ちょっとそういう風に合わせたりしてやってました。気をつけてたっていうか注意してたのは、ここに引っかからないこと。なんかこう、まあ、ここ行けばギリギリ大丈夫だけど、こうなったりするともうそこからは向こうに突っ込むしかないから、ですげえ気をつけてたけど、一回だけ伊勢くんとフリップやった時かな、あの撮影の時にこう次のことに集中しすぎて、このオーリーがあんま適当にやっちゃってつんのめって、でそのまま腕をね、ここに多分ね腕をガンぶつけて、でここはね思いっきり切れたことがあって、この辺がねどっか切れたんですよね一回、で縫ったんだよな、これじゃなくて。傷がいっぱいあって、どれがどれか分かんない分かんなくなっちゃってるけど、あこの辺にね、なんかあこれかな、これっぽいな、この切った、まあそんなにすんげえちっちゃい傷だけど、その時はでも切って割れて、なんかめっちゃ結構深く切れてて、でどうしようと思って、伊勢くんにどうするって言ったら、病院行った方がいいよって近くの病院に行って、すぐ何針か縫ってもらって、そうでその時はもう撮影終わりでやんなかったけど、まあまた戻ってきて撮影してみたいな。違う日にナイトプローラーが発売されて、まあ、試写会の後とか発売された後に、すげえこれのことをみんななんか言ってくれて、そのあのお椀のやつの映像がすげえなんか良かったみたいな、あのパートの中でまあ印象深かったのか、じゃあちょっと次のパートでもあのお椀のスポット入れようみたいな感じで、ナイトプローラーの後にクリエイテッドインジャパンの時にフロントポップ、まあオーリーと180やったから後ろ足を使う技とか前足はあんま使わない感じだったらいけるかなと思ってフロントポップやって、フロントポップもそんなに時間かかんなかったっすかね、うん、結構すぐできたような気がするな。ライズファイターのウィールのミニクリップみたいな感じの時に、ここに来て、でフリップ、その時はキックリップ、キックリップはだから前の左足を使うから結構フリップで結構時間かかったって苦戦したかな。それまではそんなにオーリーもワンエティもフロントポップも結構すぐできたけど、フリップは結構難しく、なんかメイクしてもスケッチになったりとかで、結構綺麗にメイクするのが難しくて、そうだったかな。まで、それプレイスファイターが終わって、また次のパート、まあやってないパートもあるけど、結構パートに入れてる気がする。
その次にルックレフトのパート。プレッシャーでアウトして、フリップやったから次何やろうみたいな。で、できそうなトリックはプレッシャーとか、まあ後ろ足を使う感じのだったらそのままいけるから、プレッシャーだったらいけるかもみたいな感じで、で、トライしたら、プレッシャーもそんなにそこまで時間かからずに多分できたような気がするな、プレッシャー。その後に、トーンか。トーンのパートで。サブロックポップ。これも、後ろの足使う技だし、まあ、フロントフリップとかいろいろ考えたけど、やっぱ、乗ってすぐに、スタンスも直せないし、あともう、正直その綺麗に乗らないともう怖いから、トーンの時にインポシー、サブロックポップ、まあ、インポシーみたいなのやって、俺フラットでプレッシャーの360キックリップみたいなやつも前に乗れてたから、フラットでできるんだったらできるっしょみたいな感じで、そのトーンの時にそのトリックも入れようとして、結構ヨウイさんと頑張って撮影来たんだけど、それでも全然、まあ、めっちゃ惜しくて乗りこけまで行くけど乗れなくて、でそのパートには入れられなかったけど、まあ惜しかったけど、まあやトライは してみてた。あのお椀で次何やるのとか、お椀のトリックどうのこうのと結構言われる。なんかこのお椀のスポットはなんかすごい、なんだろうな、なんか俺のイメージがあるのか、誰かなんか他の人にもやってほしいんだけどね。なんか慎太郎とかすげえのできそうね。まあ自分も好きなのもあるけど、やっぱ周りの反応が、このスポットを次はまあ何やるみたいな、それで結構このスポットやってるのもあるし、まあちょっと今まだやりたいのもあるけど、違うのできるかわかんないけど、次トライしようかなって思ってるのも一応まだあるかな、何個か。